誰のために愛するかは、そのあやこのエッセイ集である。1970年に青春出版社にて刊行し、その後文庫版の角川書店、文芸春秋を経て2005年に小電社の新書版として復刊した。映画版は1971年4月1日に公開され、テレビドラマでは1974年4月4日から同年7月11日までネットで放送されていた。 映画版は、東方制作、配給、テレビドラマ版は、東映の制作で、両作品は、登場人物、ストーリーともに異なっている。本校では両者についてもべる。銀行員の宮井智子は、課長から紹介される形で出会ったエリート社員の、高木隆一郎に交際を申し込まれる。智子は正月に、帰郷先の甲府で幼馴染みで、すでに妻子持ちの元木圭介と再会。 ともこの様々な愛の悩みや苦しみ等を描いていく。放送時間は毎週木曜日20時20時55分。本作は朝倉家のいぼ姉妹を中心とし、愛の悩み、苦しみなどを経験して、真の愛に至るという物語となっている。オープニングは、作者のそのあやこ自身のナレーションを載せ、そのの自筆による愛する人のために死ねるかどうか、それは、 君絵のようなものという内容の愛の定義を画面に映し、その後、子犬が人のいないビル街を歩いているという映像であった。なお、本作は当初24話を予定していたが、最低視聴率2.6%を記録したために短縮され13話で終了した。ありがとうございます。